綾田誠二は、114銀行元頭取、会長。香川県大川郡長尾町出身。東京帝国大学経済学部卒業後、高松114銀行に入校。1944年に、取締役営業部長。1948年に、専務と昇進を重ね、里見晋三の指去を受けて、第5代頭取に就任。46歳での取就任は、 全国最年少であった。トップ在任時には、現本店ビルの竣工や東京証券取引所、第一部上場を成し遂げたほか、同行を11都府県にまたがる広域地銀に育て上げ、成居するまで相談役として在任した。1978年10月1日当時、同行の株式を250万株所有する個人筆頭株主であった。また、 自身の退職金3億円を基礎として、経済的支援を必要とする香川県内在住の高校生を対象とする公益信託、あやた聖地記念維持育英基金を創設、育英事業にも尽力した。現相談役である、あやた修作は長男。あやた治地支元114銀行頭取。共同通信。 http://www.47news.jp:/cn/200305/cn2003051201000228 html2014 年10月29日閲覧。ありがとうございます。